17年前に友達とオーストラリアに来てボンダイビーチを訪れた時にここに住んでみたいなって思ったのをずっと忘れられずここに来ました。私の場合は英語力はもちろんのこと、それ以上に地元の人たちのカルチャーとか生活習慣とかそういうことを自分も体験したいと思ったの で頑張って積極的に地元のカフェで働くチャンスを作ったり、地元の友達人たちに会える場所を探して自分でそこに出向いたりするってことをしました。私の場合は自転車が好きなので自転車のコミュニティを探してそこの仲間に入れてもらって、今ではその人たちが私の大切な大切な友達です。シドニーは都会ですけど東京みたいに大きい都会ではないので、海に気軽に行ったりショッピングもできたりして、あとカフェがたくさんあるのもオーストラリアの特徴なので、週末は友達とコーヒー飲みに行ったり公園に行ったりして一日のんびり過ごしたり、そういう生活が私はシドニーに住んでる中で好きです。と今までいくつか違うものに挑戦してきたんですけど、カフェで働いたり、あとベビーシッターもしたり、日本語学校で日本語を教えたりで、今は自転車に乗って届け物をするバイスクールクーリエをしています。うまくいっても失敗してもそれが自分のためになるし充実した生活になると思うので、私は行動するのみだと思います。